はい。皆さんこんばんは。今日はどんな一日でしたか私はですね、今日は、午前中ですね、家にいて、えー、いろいろと家のことと整理整頓してたりですね、ちょっとあの、今日は久しぶりに実家でまた富子飯をいただいて、ですね、そんな形で、 そして午後ですね今日は矢見沢の方に行きました今日は、えー、南空地のですね、えー、郵便局長会と婦人会の夕食会にお招きをいただきまして、えー、行ってまいりました、えー、5年ぶりの再開会ということで、えー、私も久しぶりの参加でありましたけれども本当にあの皆様には大変お気遣い,いただきまして ありがとうございました。えー、いろいろと、えー、南空チ地域のですね選挙区の、えー、郵便局の局長の皆様にもですねいろいろとお声がけいただいたりですね本当にあの写真を撮っていただいた浦臼、えー、ウウの渡辺さんもありがとうございました。 そしてあのちょうど峰信の美バイ峰信のですね、えー、局長とお話をさせていただく機会をいただきまして、えー、実は私峰信の,ミネノブの、えー、辰巳さんにたまにご飯を食べに行くことがあるんだよだったりとかですねいろいろと話をして盛り上がったんですけども実は今日の帰りもですね実は峰信の,の辰巳さん行って、えー、ママ大ママとママに。 えい、ー、ろとご挨拶してですね今日もいつも通りの野菜炒め定食とえー、納豆オムレツいただきましたよ今はいつも通りあの漬物も美味しかったですえー、そしてそこでもいろいろと話になったんですけども今やっぱり、えー、タクシーが、えー、なくて夕方の そのお店にですね、まあ、飲食店、まあ、スナックだったりとかですねやっぱり出る人が少なくなっているという話であります今やっぱりこう JR だったりとかバスもそして夜のそういったタクシーハイヤーもですね、えー、なくなってしまって本当に地域が冷え込んでるというような話をしましたそして今に国ではですねライドシェア のことも、えー、色々とも検討してましててま北海道の今回の定例会におきましてもですね、まあ、そういった今議論を進めていますけども本当に住んでいたとしても足がなくなってしまうとどういうふうに生活をすればいいんだろうっていうのが今高齢者もですね免許証手放していく人が多い中でですね本当に深刻な問題 だなということをもう少し、えー、こうスピーディーに対応できるような形で,です、ね、考えていかなければいけないということが本当にあの今地域いろいろとお声聞いてる中では感じています先日の北空知の移動性懲会の時もそうでありましたので、えー、さらにさらに議論を進めさせていただきたいなというふうに思っているところであります。えー、今日もいいろいろと 皆さんと意見交換をさせていただいて、えー、充実した一日でありましたそれではまた明日日曜日も皆さんにとっていい一日でありますように